どうもアロハチャンネルです。今回紹介するのはこちら SH フィギュアーズ仮面ライダーアマゾンのシグマですね。もうこのパッケージからして迫力が半端ないですけれども、中身がね本当に気になるところですね。で横はこんな感じで、後ろがこんな感じ、めちゃくちゃ期待できますね。で今アマゾンで発売されているのは2体ですね。アマゾンオメガとアマゾンアルファということでね、この SH フィギュアーズもかなりクオリティ高いですよね。これもねライダー対戦 AL でも活躍してますし、今後もねいろんなストップモーション動画で使う予定なんですけれども、そこにねこのシグマが加わっていきます。では早速開封していきましょう。はい、おーすごい、なんかねこのめっちゃリアル。何がリアルってこのシルバーな感じがねすごい、今にも動き出しそうな感じがありますよね。でこの真ん中に入った血しぶきのようなこの赤い色もめっちゃリアルに再現できてますし、でこの顔はやっぱりねアマゾンアルファとかなりまあそっくりな感じですね。ただ本当に色が違うだけで全然違いますし、めちゃくちゃかっこいい。アマゾンオメガとねアルファとは全然違ったかっこよさがありますね。すごいいいですね。でアップで見るとこんな感じですね。めちゃくちゃクオリティ高いですね。本当にすごい、この色とか本当に綺麗で、この口元とかねこの目はもう言うまでもなく SH フィギュアーズのねお箱じゃないですけど、本当にクオリティが高い、もうザ・ライダーっていう感じのね目ですね。で胸元がこんな感じで、腕はこんな感じですね。可動もしっかりできます。で、ベルトここもね取り外しできますね。武器をねこう引き出すような形ですね。で腰の部分で、足はこんな感じですね。これも完全にね真骨頂レベルというか真骨頂ですよねもはやね。で後ろのここら辺ね、膝の裏のところもめちゃくちゃリアルです。で後ろこんな感じで本当にリアル、すごいリアル、もうリアルという言葉しかね出てこないぐらいのリアルさがありますね。で今回これにはエフェクトパーツが付属していて、武器パーツはね今回は付かなかったんですけど、これが付属パーツでこんな感じで手首がついてます。手もねさっきちょっと見てなかったですけど、手を開いた時の手めちゃくちゃかっこいいですね。尖っててすごいリアル、これも一つシグマの特徴的な感じですね。でこれがエフェクトパーツですね。ちょっとエフェクトパーツをつけてね、飾ってみたいと思います。はい、このね、エフェクトパーツつけてみたんですけど、もう色合いがね本当にマッチしていて、これつけるだけでめちゃくちゃ迫力出ますね。本当に素晴らしい。でカチッカチッとね手首とか足首にはめることができるエフェクトパーツなので、本当に使い勝手もいいですし、もう飾る時にはこれ必須っていうぐらいの素晴らしいエフェクトパーツだと思います。でいろんなねポージング撮りたいんですけど、またねストップモーション動画でもいろいろ登場させますので、ポージングとかねまあいろんな動きをそちらで楽しみにしていただければと思います。はい、ということでね本日も動画を最後までご覧いただき本当にありがとうございました。この動画が面白いと思った方はぜひチャンネル登録お願いします。ストップモーション動画もね普段してますので、よかったら過去の動画も見てみてください。コメントもお待ちしております。それでは本日もありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。アロハ。